見開き驚愕。彼の試合中の反応は相変わらず、グレートだ。ナショナルズ64ドジャース、日時間16日ロサンゼルスドジャース。大谷翔平投手の試合中の様々な表情に注目が集まっている。15日、日時間16日の4どころち、ナショナルズ戦に2番指名打者で出場。3打数1安打だったが、ファウルボールを打った際の表情に米メディアも注目していた。この日、初回の第1打席は右前打を放ち、2試合連続安打をマーク。6回には打撃妨害で出塁する場面もあった。試合中にはファウルに驚く表情を地元放送局ネット LA が捉えると、米国でも注目。米放送局 ESPN のオールデン・ゴンザレス記者は、自身の X、旧 Twitter で、彼の試合中の反応は相変わらず、グレートだとつぶやいた。地元メディア、ドジャースネーションは、ドジャースの試合で、友人がミチェラーダ、カクテルの種類を4杯、ドジャードッグを6つ頼んで、女の子のグループに近づいた時の私の表情と、大喜利風に反応。SNS では、翔平って顔芸うまいといったコメントが寄せられていた。大谷はここまで打率、338、4塁打、10打点、オプス 1.03 をマークしている。パドレスダルビッシュ有投手も笑顔で前向きにやっているのを見ると、自分も元気になると話していたが、これからも豊かな表情でファンを沸かしそうだ。フルカウント編集部。